フリーアナウンサーの古舘伊知郎が31日放送の年末恒例の日本テレビ系ダウンタウンのガキの使いやら編で大晦日年越しスペシャル絶対に笑ってはいけないトレジャーハンター24時午6時30分新0時30分に出演。おなじみの名調子でまくし立てながらダウンタウンの二人に無茶ぶりを仕掛けた。今回の舞台となっている平邦財団法人お豆考古学研究所の所長として古舘が登場すると、松本人志が嘘だよもうとまさかの人選に驚きを隠せない様子。そんな松本に対してお笑い界の北大西洋条約機構松本人志の登場でありますと実況調で紹介した。それだけにとどまらず、ここで彼のライフワークにもなっている大喜利のチャレンジでございます。新しいスマホの機能で絶対にいらない機能とは、松本人志がチャレンジいたしますといきなりお題を提示。急な振りに松本が困惑しながらも回答すると、笑いの独裁者でもたまには滑ることがあるのかとピシャリ。さらに天下一品のどつき芸人浜田雅俊でございます。最近モノマネで大爆笑をかっさらっているということですので、ここで一個のモノマネをと振るなど大暴れだった。5人は新人トレジャーハンターとして平邦財団法人お豆考古学研究所で様々な研修を行う。どんなことが起きても笑うのは厳禁で、数々のトラップに対して笑ってしまうとお仕置きを執行。考古学研究所という設定で起こりうる訓練やイベントはもちろん、移動中のバスの中で仕掛けられたネタなど、今年も濃厚な内容に仕上がった。